い、こんにちは、サルウィンです。行きますか。警告で、はぁ、かかかかかよ、めめめ。サナウシタイ戦争、アルルゴージチュー。というわけでお相手は私でございます。はい、行きましょうか。あーんこらーっていうね。はい、じゃあ行きますよ。というわけで今回は全国対戦の動画のはずですよー。イエス、バババババン。というわけでですね、今回はねちょっと秋葉原バラに行ってきました。あれ、これセガ秋葉原1号館って名前だったの。これあれ、秋葉原ギーコじゃなかったっけ。まあいいか。そんな話はいいよ。ちょっとですね、私、そう、ちょっと先日というか、もう先日ですね、秋葉原にポケモンカードをね、買いに行ったんでね、そのついでにちょっとやってきました。ポケモンカードね、10系ぐらい買いましたよ。うん、いいカードがいっぱい買いましたって、そんな話はよくて、はい。というわけで、お相手はですね、まあ、てか、私のデッキが5枚警告 with D ですね。結構これ、割と気に入ってんすよね、このデッキ。なんだろうね、結構好きです、このデッキ。やっぱね、おのおのがちゃんと、なんていうか、計略的に仕事できるからかな。まあ、得るし、毒打てるし、神速だし、その一応超絶強化だし、回復だし、まあ結構、しかもおのおのの計略、どれを使っても割と、あと低式で結構、まあ、中央線は除くけど、ね、結構ね、いいバランスなのかなって、個人的には思ってます。で、相手が4枚大徳ですね。これね、8系やったらどないしようかなとか思ったんですけど。っていう感じですね。ちょっとじゃあ見ていきましょうか。まあ言うて大徳もね、ちょっとやりづらいはやりづらいんですよね。なかなか斬新な柵の置き方しましたね、私。でもこの柵の置き方は割とありなのかなってちょっと思ってたりもします。ちょっとだけあんまりないかなとか思ってるけどね。結局1枚目邪魔やなっていう感じだし、なんかちょっと開幕大乱戦から始めましたけど、相手がやっぱりね後部力だから、ちょっとやっぱりね、後部力やり2枚って強いっすよね。いやー、溶ける。また流浪の日々かよ。劉備処理しての、これで文平さんね、もう死んじゃうからね、怖いから、これは逃げたいとこだな。これで相手が2枚とも帰ってきてくれたんだけど、これはジョコウだけ逃げたいだよね。これジョコウさん逃げられたっけな。逃げられなかったかな。無理だね、無理だな、こりゃ無理だわ。溶けちゃう。でも相手の方が挑戦めっちゃスルーしてくれてて、これはありがてえなって感じですね。結構挑戦でアドバンテージめっちゃ取れてるよ。挑戦めっちゃ殴れてるね。これは結構でかいっすよ。で、リジュが帰ってきて、いやーしっかりとねアドバンテージ取ってるからいいっすね。ただ相手がやっぱり武力高いからね。装備力29か、伊達じゃないよね。とりあえず毒打って、ちょっとね、こっちの兵力が少ないんで、この大徳が来ると、まあでも、まあ武力高くても兵力がないんで、とりあえず張飛も落とせるし、ね、劉邦も白帰る間に落ちるでしょう。で、あとは、別にかぶせたわけじゃないんだけど。まあ柵が壊されるのは仕方がないというところでしょうか。内乱も取られるのは仕方がないか。とりあえず劉備もしっかり倒していきたい。また流浪の日々かよ。であとは塗っていきつつ、ちょっと李克は加工派の処理に向かわせたい。ここで挑戦死なせたのがぬるい。俺ここでね、まあ、返し回おうと思ってたんですよね。これはねやっちゃったなって感じですよね。いやー下げ損ねたー、これもったいない。いやーここで挑戦迷う、まあ、挑戦チャンスだったのにね。せっかくの次、しかもね連冠にしたんですよ今回は。やっぱりねちょっとね最近あんま回えてなかったから、しっかり回おうと思って連冠にしたんですよ私。なんですけれど、いやー、しかもここでジョコを死なせるじゃん。ジョコを死なせちゃったよ。もったいねー。
これね、ひどいんですよね。割とね、テンパってるんですよね。なんかね、ひどかったですね、この試合。ここもね、張飛打ってないですね。張飛打とう張飛。闇サーチ、なんで俺ここあれやったかな。いやだから四季がフローしちゃったんですよね。なんか結局四季計略叩けるメンツがいなくなっちゃって、いや本当にねこれね、ああやらかしてると思ったんですよね。あーね、こうなるじゃん。いやーしかももう連冠も叩けないじゃないですかこれ。あーかといってだよね、これ挑戦もだから工場取りに行ってもうんだし、まあいっそ待っちゃうぐらいの方が良かったか。これ待った方が良かったのかな、ここ。いやー舞うべきだったな。この状態でもあえて舞うぐらいの気持ちあったかもしれない。いやーでもそれも違うか。いやーぬるぬるですよこれは。やばいですこれはね、本当に反省ひどい。ドイヒーですね、ドイヒいやーこれぬるいんですよね。で相手これがね造園なんですよね、造園。いやーこれはねひどいです、とてもひどい。開幕あんだけリードを取ったのに全然そのリードを生かせてないっていう。いやーもうジョコーさんもねやべえってなっちゃったし、これはひどいですね。これはね完全にやらかしましたね。はい、どうしたって感じですよね。いやーこれはひどい。俺これ負けるとこあったのかっていう感じですよね。ほんと出直してこいですよこれは。ひどいです、反省しまくりましょう、反省しまくり。あーそっか、落ちちゃったなソフト。まあしょうがない、いきますか。あ違う、反省こいってことで。いやーこれはひどいですね。なんで負けたのって感じがしませんこれ。開幕あんだけリード取ったのになんで負けちゃったのって感じですよね。いやーなんでこんなことに。まあこの策の置き方もどうかと思うんだけど、ほんとね、これも反省点よね。まあこれはね、まあ開幕とりあえず、まあ連冠でもね、まあ最悪リジューとジョコーとかいれば守れるかなーなんて思ってたんで、まあまあまあ劉備の槍消して突入れて、で劉備は溶かせるんじゃないかなーっていう感じなんで、で劉備溶かした後は劉邦のケアにで挑戦も工場しっかり取っていけるし、しっかり濡れてる。まあ虹が溶けるのはしょうがない、ここはぶつけてるんでしょうがなくて、まあ早めに撤退してる分には守りにも入れるのでよしでしょって話で、ここで劉邦に突入れて、なんでこれは2人で乱戦すれば劉邦は逃げてくれる、うまいってことで、まあでも多分李鶴殺すくらいは相手出てたかもしれないけど、やってこない。これもちょっと判断甘いかな。これ即工場入れたら即ジョコーが即下げるぐらいしないとジョコーが逃げらんないんで死んじゃう。ただここ相手の劉邦が挑戦倒さなかったから、すげえ挑戦で工場取れたんだよね。これは本当にもうある意味勝ちフラグぐらいの勢いな工場取れたし、こんだけ工場入れたらあとは本当連冠うまく利用して警告と橋攻めで勝ちいけたと思うんだよ。なんで負けたのって感じですよね。何やってんすかね私は。これかて毒で、まあ毒で良かったか、あっちゃ良かったかな。まあこの判断悪くはないっちゃ悪くないかな。俺この後でもメンツ的にはまあでもリジューの乱戦必要だったか。でもこれでもジョコ帰ってくるから、このままリジューは工場なり塗りやっちゃってよかったと思うんだよな。でアドバンテージ取って、ここの返し強いからとりあえずやって、で相手これ俺増援じゃないと思ったんだよね。増援だったらここで増援叩くんじゃないかななんてちょっと思ってたんだよね。まあじゃあこれじゃあ相手増援じゃねえんだなーなんて思ったんだよね。まあそっか、そんな感じかっていうね。あなただけが頼りです。まあ内乱取られるのはしゃあないけども、
堂の日々かよ。ここだよね、すべての反省点。ここが挑戦死なせたのがマジでないな。割とここでね、うわ挑戦死なせちったって、なんでこんな乱戦した。相手工場ゲージあれしかないんだからさ、全然余力あったのにね、まだ全然溜まってないんだからさ、これはね、なんで死なせた、これがすべての敗因かって感じもあるけどね。こんな開幕でリード取れてたのになんで負けたんやろっていうね。もう全然余裕で回れたのに、挑戦死なせる必要がどこにあったんだって話ですよね。やらかした。もうこんなにこんなマイルチャンスないよ。しかも連冠あるんだよ。なんで挑戦死なせたし、そりゃシティもなんかマジでさ、もうここで結構なんかあーってなったよ確かに。でこれジョコをね、工場入れたらすぐ逃げようってとこなんだけど、まあ確かに逃げたけど、でもこれは遅いか。しかもヤグラあるから逃げきれねえしっつう話。いやこれ結構ギャグだよね。残ったメンツこの先だよ、どうするって感じだよね。まあバイネタがもうこれ連冠、ここは連冠チャンスでしょ、攻めてねってとこあったかな。これはね、相手のラインここまで上げさせちゃった時点でお察しっていうのもあるんだけど、まあ挑戦もやるならやるだし、中途半端にだったらこっちからの方が熱いしね、工場。いやーこれはドイヒーですね。ちょっと悪力叩くかも悩んでるけど、兵力がないから叩く意味ないなーって感じで、これだからちょっと毒やろうかなーって思ってるんだけど、確かねカード間違ってんすよこれ。毒にがけでもしてやろうかなーなんて思ってたら、あカード間違ったってやってて確か。あじゃあしゃあないから、相手がばらけちゃったからもういいや、じゃあ神速にしようってやって神速叩いたんだね確かね。いやーいやでもね、ひどいはひどい。でここで、あマジかこれ増援やったらやばいけど、まさかな思ったら増援で、あばばばばーなって、あばばばばーばーあーばーばー連冠打ってねえし何してんねんと。これはひどいですね、ほんと反省です。反省としか言いようがない。いやーせっかくさ連冠にしてさ、マイルチャンスあったのに何してんすかっていうやつですよね。はあ、まあこういう時もありますか、あるのか、そんなことはないと思うな。これは本当にね、ただ下手くそです私が。はい、じゃあ頑張っていきますというわけでね、お疲れ様でした。次回もここの、まあしばらくっていうかここでね4回やったのかな、確か4回やったと思います。はい、じゃあお疲れ様です、バイバイです。